キリキリ駅は、岩手県上平郡大津地町キリキリ2丁目にある、三陸鉄道リアス線の駅である。駅の愛称は、泣き砂の浜。旧駅舎短式ホーム一面一線の地上駅である。ホームは築庭上にあり、階段を十数段登ることになる。かつては、友人時代の木造駅舎が残っていたが、営業休止中の2012年2月に老朽化のため、解体された。 1981年、井上久志の小説、キリキリ人がベストセラーになり、一大ブームを巻き起こした。小説中のキリキリ村はこの駅のある大津地町、キリキリ地区ではなく、宮城県、岩手県の県境付近にある東北本線沿線の平野部に設定された架空の村である。しかし、キリキリの地名の元となった地区であるということで、注目され、 地域も村おこしを目的に、キリキリ独立宣言を発し、独立、観光拠点化した。現在はそのブームも落ち着き、駅構内や、集落の何カ所かにその形跡を残すのみである。なお、JR 東日本が管理していた当時、釜石線営業所ではエスペラントによる駅愛称を付与しており、当駅は、キリキリ順にちなんで、リーゴランドという愛称となっていた。 なお小説中では、実在のキリキリの名が、キリキリ浜の砂を踏む音から地名が名付けられたことを、紹介している。出典は、近代地京介であろうが、アイヌ研究の石学、チリマシホは、実は、アイヌ語で白者のことであると書いており、主張が分かれている。現在でも小説ある。ありがとうございます。